日本維新の会参議院議員の片山大輔です。元 NHK 記者片山大輔のなるほど政治リポート。今日は12月の4日、国会の閉会日になります。今時間は11時半を過ぎてまして、本来ならばこの時間は最後の参議院本会議が開かれている時間なんですが、これまだ開催されていないんです。というのは、維新を除く他の野党が国会の会期延長の申し入れを行ったからで、この取り扱いをその衆議院の方の議員運営委員会で行わなければいけないため、本会議はまだ開かれずにストップしたままになってるんです。維新はこの他の野党の、こうした申し入れ、パフォーマンス的なところもあるので、それには同調しません。その代わり今、コロナの感染者が急増している、そういう状況なので、国会が閉会しても、審議を行っていく、閉会中審査というんですが、これを頻繁に行うこと、これを求めているんです。いずれにせよ、今本会議は、まだ開催されずにですね、まだ開催のめどの時間も決まっていないので、ここで待機になっている、こういう状況なんです。維新の議員が集まって、議員総会を開くんですが、これも今日が閉会日なので最後の総会になるんですけれども、今からそれに向かってます。これから、その総会開かれます。行ってきます。はい、どうも皆さん、ご苦労様でございます。本当に今話してたおったんですが、短い国会があってまして、今日は最終日ですけども、次の通常国会が早いですから、この年末年始が大変重要なんですね。次の衆議院選挙に近いですし、政権があっていろんな変動のあるもありますので、そういう意味で大人さんや若い人からですね、ぜひこの年末年始の間にキャラバンを、全国こう移動でキャラバンを回したり、こういうご提案がありましてね、この前党の役員会の議論をして、やってもらうじゃん、やってもらうとみんなでやろうと、で中心は当然参議院になるわけです。衆議院は選挙ですからね、自分の特に参議院中心ということで、皆さんのご奮起をぜひお願いいたしたいし、日程第一、包括議事を終了するにあたり、一言ご挨拶申し上げます。新総理就任後初めての本格的な論戦の舞台となりました今臨時会では、感染拡大防止策や経済対策など国民生活に深く関わる諸課題について真摯な論戦が繰り広げられました。また去る11月29日には議会開設130年の節目を迎え、議会政治のさらなる発展に向けて決意を新たにいたしました。ここに議員各位のご尽力に対し、心から敬意と謝意を表するとともに、皆様のご協力を引き続きお願いする次第です。新型コロナウイルス感染症の流行が収まらない中、季節性インフルエンザの流行も懸念されております。議員各位におかれましては、ご自愛の上一層ご活躍くださいますようお祈り申し上げまして、ご挨拶といたします。これにて散会いたします。総理、お礼のご挨拶でございます。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。安藤先生、今日ありがとうございました。新発大臣、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。さっき向かいと一緒です。あ、すみません、ありがとうございました。はい、こ
ちらは今あの先ほどまで本会議が行われていた国会議事堂の2階、その本会議場のこれが入り口なんです。これで終わってもう早速本会議は閉じてしまいました。で各議員さんはもう本会議終わってこれも閉会になりましたので、もうそれぞれもうみんな今これから地元に帰る感じになってるんですよね。だからもう明日からはこの国会は本当に閑散として人が誰もいなくなる、こんな感じだと思います。さあだけど、まあ、今回 の, その国会は大体まあ40日間だったんですけども、やっぱりその指摘されているようにやっぱり短かったなというのは確かなんですよね。というのはまず何といってもコロナです。今まあコロナが本当にまあ急速な拡大を続けています。それで大阪ではその独自の大阪モデル、これがもう非常事態とするね、まあ、赤信号が灯ってもうできるだけ不要不急の外出を控えるように、もうこういうふうに呼びかけています。それから私の住む兵庫でもその感染者がまあ昨日ですか172人になって、もう本当にこの高い数値になってきています。だからそれで何よりも総理はね、この3週間がまあ正念場だと言ってる、その最中でやっぱり今回国会を終えるというのはどうなのかなというふうなやっぱり気はしています。で実は維新はですね、昨日このこれご覧になっていただけるでしょうか、コロナ対策の提言、これ第6弾というものをこれまあ総理に手渡したんです。でこの第6弾はどういう内容になっているかといいますと、まずそのコロナの特措法を改正する、そしてまあ都道府県知事の権限を強めること、これを謳っているんですね。それでまあ知事がその施設のまあ使用停止を命令を出す、それにでも従わなかった場合には罰則規定を設けること、それからその休業した事業者に対しては国がまあその財政上の支援措置を講じること、こうしたことをこう我々は謳ってて、そのための特措改正のまあ提言がこれなんですが、だからだけどまあ国会がまあ今日閉じてしまったので、この特措法の改正について議論はされても実際にそれが採決だとか成立することっていうのは次の国会が開会されるまで待たなければいけないんですよね。で今コロナ対策というのはもう一刻の猶予もならない中なので、やはり今回国会が閉じてこういったものを本当に盛り込んだ特措の改正がまた遅れてしまう、私はそれは大変残念だなというふうに思います。それから、まあ、あと他の野党が言っているように、まあ、安倍前首相の、まあ、講演会が開いた、まあ、あの桜を見る会の前夜祭の問題、これについても私はやっぱり、まあ、国会じゃなくてもいいですけれども、やはりあの安倍前総理は、まあ、説明の機会を設けるべきだったというふうに思います。その、まあ、内閣が、まあ、行政権を行使するにあたって、その、まあ、国民の代表、まあ、主権者たる国民の代表であるのが国会なので、やっぱその国会のチェックを受ける、これがまあ民主主義のまあ基本であります。これがいわゆる三権分立なんですけれども、やっぱり今回の国会を通じてみて、今回の国会を通じてみても分かったのは、やっぱり今この三権分立、これがねきちんと機能しているのかなというふうにはやっぱ思います。その今 の, その内閣というのは、まあ、その国会によって選ばれる、国会議員によって選ばれる、まあ、議員内閣制なんですけれども、そうするとどうしても内閣と国会、その国会の中でも与党と の,、まあ、なんか密接な関係になってしまうんですね。そうすると国会が本当にチェック機能を果たしているのかどうか、これについてはやっぱり疑問に感じることも多くありました。こうしたことも含めてですね、次の国会もう来年の1月18日から始まるということに予定されていますけれども、やっぱり引き続きこのことは議論していかなければいけなくなるというふうに思いました。でこのあと、まあ、来年の、まあ、政治日程なんですけど、これパネル作りました。このように、まあ、1月の18日に、まあ、国会が召集される、まあ、開会する予定になっています。そしてその、まあ、衆議院の解散が今これ3つのシナリオがあるんですね。その、まあ、夏の都議選、東京都議選と、まあ、ダブルで組むかとか、オリンピック・パラリンピックが終わった後にするかとか、それから総裁選後の後にやるかとか、まあ、こういうような3パターンが今言われているんですけども、ただこれも実際に本当にどれになるかわからないし、本当に言うと、まあ、これよりも先に行われる可能性だってあるんです。まあ、それだけまあ政治の世界は一寸先が闇ということなんですけど、ただいずれにせよですね、まあ、今日国会が閉会したことによって、
その特に衆議院の各、まあ、議員の先生、そしてあの候補はもう地元に帰って、これから地元活動がどんどん熱を帯びてくることになると思います。で、まあ、私の所属する、まあ、日本維新の会の、まあ、支部長候補もたくさんいますので、ぜひ皆さん応援していただきたい、このように思います。元 NHK 記者片山大輔のなるほど政治リポート、今日は、国会閉会の、まあ、今日の、まあ、国会の動きと、そして今国会を振り返って、これをお伝えしました。まあ、今日最後なんで、じゃあ一言ずつどうぞ。はい、お疲れ様でした。大変な1年でしたね。皆さん大変お疲れ様でございました。維新のメンバーでございます。みんなこの仲間でやっております。はい、ではお疲れ様でした。参議院議員の高木香織です。まあ、あの無事にですね、あのこの203国会も終わりまして、また来年になりましたら結構ね早く通常国会も始まるということで、また頑張りたいと思います。参議院議員の音喜多駿です。今日臨時国会最終日ということで、片山大輔さんの YouTube チャンネルにお邪魔しております。まあ、臨時国会ね、ちょっと残念ながら論戦が盛り上がらなかったということでありますけども、通常国会に向けてしっかりと建設的な提案をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。頑張ります。いつもお世話になっております梅村瑞穂でございます。私が議員になってから1年4ヶ月なんですけれども、やっぱりセレモニー的な国会も変わらないですし、ヤジも相変わらずです。憲法審は3年ぐらい開かれてません、参議院では。あとアルプス処理水、復興特別委員会のアルプス処理水もなかなか進まない、相変わらずの国会なんですけれども、なんとか一歩ずつでも進められるようにまた頑張りますので、よろしくお願いします。参議院の柳瀬です。もうあの片山さん、僕たちの兄貴みたいなあの存在ですので、あのぜひファンの皆様をお支えいただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。先生、終わりました。はい、最後 の総会がこれから開かれます。あのこれからあの片山共同代表の挨拶もありますので、ぜひご覧ください。みんなすごいカメラ慣れしてる。